オッケー、これでオッケーだ。はい。で、し、やっていきますよ。アニジャのアメリカントラックシミュレーター続きやっていきたいと思います。ポチ、まあ、前回無事に、ね、荷物を届けまして、これ睡眠レベルとかこれどっか出ないんですかね。これ眠いわみたいな本当に誰って感じだよね、ここ毎度思うで。一応これ多分ねドライブに戻ればそうですね、多分相当睡眠しないとやばい状態です。ここに睡眠はあるけど休むとこあってもガソリンスタンドが先にしかないね。あー、とりあえずここで睡眠を一回取ろうか。はい、こっち一応してガチャン、カーテンオフ、おーし気合で脱出。はい、二足よくこんなギリギリのところ入れたね。これさっきはすごいかっこいい一発中佐を見せてしまいましたけど、まあね、普段ちょっとね、綺麗抜いてるだけで持ちやすくあんなもんですよ。すごいアメリカンな車が飛んできましたね、今。ここは40マイル制限、15マイル伸びた。荷物がなければ早いのさ。で、ここを左か。よし。けい。で、待って、30マイル制限だったここ。こんなに道がでかいのに30マイル制限なの。難しいね、アメリカの道は。道の広さで全く予想ができない。ここ左に曲がると休憩所があるみたいな。休憩します、休憩します。どこあれ、これっぽいね。はーい、すげえラフに乗り合えるっぽい。こんな雑な止め方でいいの？ダメっぽい。しょうがない、ぐるっと回ればいい。こういう時は。はーい、止まります。で、エンジンを切る。パーキング入れる。エンターを押して夕方の7時から起きたの。もう一回ぐらい休憩すれば朝出発できるね。はい、超深夜帯です。 でもこれ1日かさむ、時間が経つことに借金が増えていってるんで、利息で非常にこうデンジャラスな状況ですね。じゃあ次の料金13,000、距離単価がやばいじゃん、28とか出てるもんこれ。あーあ、これいいね。これもう真横からじゃないですかこれ。もうこれ100ハーすればおいしい。あなたたち100ハーしか言わないね、本当に。もう夜型人間じゃん。そう、朝にねやっぱり行きたいわけです。二度寝、確かに二度寝だね。このプロパンミッションを受けに行きましょう。
あ、よく寝たよ。行くぜ。マーキングウェイキ外してレッツゴー。はい、そしてレースして一速にしてる。7速スタートはなかなか辛いですね。はい、止まって、大丈夫かな。二速、あ、どうも警察さん、チーズ。一回右に曲がります。さあ、受けに行こうって言ったけど、ガソリンスタンド、まあ、ガソリンどっか入れる場所あるでしょ。で、これちょっとあれだね、これライトつけないと赤いやつだね、これ朝の5時とはいえ、とはいえですよ。ウィン、おー、サンライズです。ビューティフルサンライズ。そしてここ30マイル線、あ、50マイル。で、Yes! Guess down です。なんだよ、俺もね、マトマックスね。Alright! Yes! 仕事くれ。Yes! プロパンガス。プロパンガス ?380 マイル仕事不休憩。Yes!まあガソリンもほらまだ半分ぐらいあるからね、睡眠さえなんとかなればなんとかなるでしょう。校内はゆっくり行きましょうね。なんでみんな高スクリーンってそんな流行ってんの。あったあったあった。こっからがもう見せどころですよ。ぐるんと回って、ここで切り返す、バック入れる、有効で下がる、バックします、バックします。まああれパターンいろいろあるね。車が下がっていきますよ、言わないか。ラーメン屋か。オッケー。参りまーす。すげえ順調じゃん。ちょっと板についてきた俺、トラックドライバーとしてのジャーニーが完成した感じ。上がりまーす。目的地まで382マイル、382マイルの旅をお楽しみください。次左曲がります。おー、結構来るね、左。このガス管器はこのギャロンっていうところが取り扱ってるんだね。参ります。遅く、遅く、スピードリミットレベルじゃない、マイル55、加速します。35マイル、交差点の近くは急にあれだね、スピードが遅くなるんだね。はいはいはい、上がります。バッチリ、非常に美しい。ここ30マイル気をつけないと。ここを右か。で、監視カメラ置いてあるから、こういうところ本当に気をつけないとね。で、どっかで余裕が出たら道中燃料補給すればいいか。曲がります。まだ
30マイル制限ですね。だんだんアメリカに馴染んできた。眠くなってくる？寝たまえ。ブラックって面白い。本当ね、面白いよね。すぐね、違反金取られちゃうからね。30を喜んではおかしいでしょ。ここで高速に乗るんだ。上でこう246号線みたいなイメージだね。ここはーい。おー、すげえ角度で曲がったやった今。大丈夫かな今の。問題ないねはーい。ここね、毎度思うんだけどね、トラウマってるね俺は。取らせてください。おお、超速い。あの黄色いの超速い。よし、しばらく伸びていきそうだ。ここは55マイル制限、89キロってこと。何、左から黄色いのが迫ってきてるじゃない。ただでは抜かせん。さり抜かれる。あ、ついてねえじゃん。いや、早いよ。よし、これでブルーズコントロール。あ、ガソリンスタンドあるけど反対車線側ですね。まあ、なんとかなるさ。金が足りなくなった、違う、ガソリンが足りなくなったのは JAF を呼べばいいです。ちなみに JAF の意味は Japan Automobile Mobile フェデラーションですじゃあ弟ジャフとは全く関係ありません。呼ぶと大変なことになるからね。さあ戻るよ。せっかく自分の車を手に入れたし、ツリークリアしたらラスベガスとかちょっとこうぐるぐるっと流してみたいね。現在時刻は朝の7時37分です。うまくいけば夕方4時前に着くでしょう。おお、警察が張ってますよ。あのトラック絶対やるべみたいな。ああいう警察のいるところの真横をハイスピードで走ると多分ふーって速攻でこう捕まっちゃうんだろうね。大丈夫、もう俺もうバッチリだ。すごい旋回してる。すげえ副用機じゃん。しかもセスナなんかじゃないね。ああいうの乗ってみたいな。なんかこう副用機シミュレーターも出ないかな。トラック自分で運転するのはやっぱ緊張するけど、ゲームだったらまだなんとかなるもんね。いい天気、やっぱ昼間運転するの気持ちいいね。夜のあのもやーんとこう走っていってる感じが好きだけど。すごいぐるぐる回ってんだ。安全運転だなーって。いや、もう安全運転ですよ。安全運転だろってやつですよ。これトランスフォームしないの？よくね、コンボイコンボイとか言ってるやついるんですけど、あのトランスフォームしたらちょっとびっくりしますんでやめてください。シミュレーター系面白いね。面白いよね、こういうの。なかなかこうやっぱこう楽しめる環境って作るの大変だから、少しでも伝わればいいなと思ってますよ。サンダープーンね、プーンだね、瀬戸さんのやつね。別にね、それを意識してサンダープーンって言ってるわけじゃないから。でもなんか世の中にはファーミングシミュレーターっていうのもあるらしいね。あ、ちょっとこれ近いな、これ。近い。危ねえ。今、リアルにちょっと叫びそうだった。
私もうね、プロパン積んでますから大爆発になるんでね。そうそう、ボンボイね、オプティマスプライムね、戦士たちが、ね、立ち上がるんでね。なんかそういうモッドも出るんじゃない、ボンボイ。あ、重さ測れって言われてもらった。測りいきます。マジで今の測量計の前もゆっくり行かないと怒られんの。声ご協力に感謝しますじゃないよこの野郎。ちょっとした罠だった。そう、闇のトラッカーを大津先生によると、この重さを測るシステムはヨーロッパトラックシミヨーロピアントラックシミュレーターかではなかったそうです。罠が増えたってことだね、これ。大丈夫。そう、あれほど気をつけて運んでいたのに、なんかもう一気にやる気を、協力するんじゃなかったみたいなレベルですよ、これ。でも多分無視して通り過ぎると、それはそれで痛い罰金をこうもらうんだと思う。何も悪いことしないんだけどな。そこの前はどんぐらいのスピード取ればよかったのか。20何歩か。あ、すごい遅い。前のお車すごい遅いです。ちょっと待ってね、この排気ブレーキもトグルにしてあげたいですね。排気ブレーキ、これだ、これにしてあげると多分非常に運転しやすくなる。ほい、早いね、あの車。あー、ガソリン入ればよかった。失敗したね。Oh my god、もうガソリンちょっと少ないじゃん。しかもやべえじゃん、210マイル持つかな。ガソリンとの戦い悲しいなー。またおまずいまずい。ガソリンなくなったら後ろから取ればいいじゃんって。昔後ろに積んでるのはね、プロパンだからガスなんだよね。右曲がっちゃうやつだ。右曲がる予定はありません。のガソリン、ちょっと待って、次ガソリン入れられるところは道路上にあるのか。右側でしょ。結構行かないとないね。あ、ちょうど道中にある。これに入ろう。 OK だ。大丈夫です、抜かりありません。そもそも地図とかね、見なくてもいいのが楽だよね。高速道路で運転してても自分で地図開いたりとかカーナビいじんなくてもこう分かるわけだから、時が止まるんです。本当はね、こうやっちゃう日産的なの俺も欲しいですよ。でもそうするとトラックシミュレーターってなんだっけみたいな、こう本末転倒な感じになるから。どうも、Welcome to Sacramento。 あ、やばい、左貸して。 Thank you。 あ、なんか前の車ちょっとレガシーっぽいっすね。自分たちより速いからまあなんとかなるな。65マイル一般車両は65マイルで走っているかな。120-130キロとかかな。いや違う、100キロちょいっていう。
おお、すげえ複合コーナーみたいな。いい電気、のんびり貸してもらうよ。やべ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 、マイクの位置をいじってたのこれですよ。 Welcome to Stockton。 Stockton はよく通るね、さっきから。最近皆さんどうですか、なんかこう自分のストレス発散の方法とか持ってます？そんなあなたに、私はトラックシミュレーターです。131枚で、ホットドッグとコーヒーとかね、多分お店あんじゃない、そのうち。立ち寄っても残念ながら自分のお腹満たされないし、喉も渇かない。うおーうおー、何今の、何が今、あ、びっくりした、勝手にローンが返済されたのかよ今の。全く同じ音で違反するんだから、こうやめてくれよ、それちょっとこうなんかやらかしたかと思ってたよね、今完全に。燃料が残りわずかです。ガソリンスタンド探そうぜ。ちょっとやばいねそれ。燃料あとどんぐらい残ってるのか全然わからないけど、どう大丈夫かなこれ。F6 とか、次の休憩まで7時間、残りのガソリン量は出ないな。やばいね。結構頑張って走ってるけど、あ、大丈夫大丈夫、もうちょいだ、もうちょい、もうちょいだ、頑張れ、 You can do this、 You can do this。 右側にこれ降りますよ、降ります、降ります、ほい。もう落とします。OK、 あ、チェムロンって書いてある、チェムロンか。おう、エンスト、えい、でっかい横トマト、おいえ、レディーゴー、イエーイ、神よ我にガスを与えたもん、あります。高そうな紙止まってるな、これでもさ、すげえ難しくね、これ入れんの。結構振ってから行かないと荷物が引っかかるよ、ガソリンスタンドの看板に。あ、はい、はい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 、よし、エンジン止めます、パーキングブレーキ入れて。わっさ、満タンで頼むわ。すごい入ってるよ、200リッター300リッター、こんなにハイスピードで入れてくるガソリンはなかなかいないよこれ。もう満タンになった、509リッター、よし行こう。軽油だ、軽油価格 0.74 ドルだね。はい、お金取られました。お、気をつけないと。あ、ありがとう、最高やな、お前最高やん、トラック仲間。見ましたか今の、コンピューターでさえあそこまでこう愛を持って俺に接してくれる、飴とムチってやつですよね。土地に罰金で金を取り、一気にああやって道を譲ってくれる。すげえとこある、スーパーがある。で、ここを右に曲がるっぽいな。
け。Yes.睡眠レベルがだんだん上がってきたのはね、非常にこう心配なんですけど、まだ睡眠に関してはいける。キャンピングカー早いな、おい。何これ、高速料金所みたいなのがある。ちょっと待って、こんなん初めて見たよ俺。アメリカあんのこういうの、ETC みたいなの。何これ、アメリカもあんの高速の料金所。今までだって1回も出てこなかったよ。通行するには25ドル払う必要がありますだって。しょうがない、払ってある。おお、すげえな。なんかこの橋が有料道路なのかもしれないね、これ。瀬戸大橋的な乗りだ。すごいギアが入ってない。この橋の上はでも一応高速道路扱い。参りまーす。すげえ、すげえよこれ。海の上だぞおい、おやすさん。封鎖できません。封鎖されてる。おお、この山をくり抜いたトンネルまである。すごいね、スケールがでかいね。なんか日本はこういうところ負けてないと思うけど俺は。さすがに響くとかなかったね。Welcome to San Francisco。サンフランシスコ、これがなんかこう映画でよく見るやつじゃないのこれ。サンフランシスコ、インディエ。ちょっとテンション上がってきた。サンフランシスコ、サンフランシスコで降りるっぽいけど、どうやって普通にぐるって回ればいいのこれ。はい、エアブレーキ。エアブレーキじゃない、排気ブレーキだ。いやー、サンフランシスコまでやってまいりましたよ。なかなかそういう仕事なかったもんね。そういうの。おーし、30キロになった、速度制限が。おお、ギリチョンだった今、右側。徳さんご覧になりました今、右側。はい、曲がりまーす。今のちょっとやばいかも。あ、すいませんね、赤いスポーツカーの方。はい、街中は30マイルだそうです。 Your speed 23。あなたの現在のスピードいくらですよって出るんだね。すごいな。ここからちょっとのんびり行こうか。ああ、見えてまいりました。なんかサンフランシスコってなんかのどかな場所だねこれ。あれ、これちょうど30マイルだ。これ以上出すと怒られちゃう。コーンドックス、まあ、みんな大好きドッグが、ホットドッグが打ってるよ左で。いえ、止まります。左寄っとくか。おお、車の通りも多くて都会ですな、サンフランシスコ。マックも美味しい。さっき譲ってくれた車や。 Thank you。 こんなに街並みちゃんとしてるんだ。ちょっと舐めてましたよ、トラックシミュレーター。おお、工事中です。
左はね、曲がりません。ここ展開禁止って書いてある。すごい。ちゃんとそういう場所があるんだ。自由に曲がり放題だと思うんですね。チェックテイクアウト。なんかお魚料理屋みたいな。イエース。ここですか？本当にここ？ガソリンスタンド屋じゃないのこれ。あ、でもちゃんと真っ赤でもすげえショートカットしちゃった。はい。止める場所ここあんの？ガソリンスタンドのまんまじゃんこれ。本当に？あ、でもこれいける。俺いけると思うこれ。ただこっちの方が楽だね。いやー、もう一本ぐらい撮りたいかんな。まあでもほら、先ほどの私の腕見ました？あなた、いけますよこれ。これいけますよ。私の後ろとこのままこう行くんですね。よろしいですか、あなた。ここからですね、入りますよ。まっすぐ行きますよ。で、ハザード焚きます。で、左に焼いた後、思い切りと左切ります。別にマイケル・ジャクソンの真似をしてるわけじゃないのかし。ここを思いっきりぐるっと曲げてあげて、で、ちょい戻しの、はい、バック。このまままっすぐそのまま下がっていくと結構急だから、オーイエー、このままいくとあれだな、結構角度がついちゃう。おお、切り込んじゃうからこうか。ハンドルがいませんね、プップ言われた。はい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 、ここでぐるっと、待って、向きは整えた、向きは整えました、整えましたよ。もうちょっと奥に入れてあげないといけないな。おっとと、これプップ言われてるの多分右の、あの車に出れねえよいつまでたってもって言われてんだこれ。やばいやばい、首がカクンってなってる。そんなこと言ったってね、俺だって一生懸命駐車してるんだよ。わかるかい？これ難しいかも、意外と。ちょっとまっすぐにしてやって、ここで、はいはい、はいはい、はいはい、こうして、で、ここでこうするとより寄りちゃうのか。はいはい、はいはい、もうちょっと待てて。来てる、よし、オッケー。ふぅ、疲れた。あ、外見るの忘れた。まあでもね、無事にこう1万ドル、1万1000ドル、ジェッツ。ふぅ、暑かった。結構なんつうの、冷や汗が出ますね。ちょっと水飲みます。